なんちゃらハプニングになるやおさすがでしょそこやろThank you.
え？爪当たった。見えとらんやん。よかったね。ここに行くと。見えとらんか。今日曲がった。一番曲がないかもな。これもっとすぐ曲がってっちゃうから、ね、もしかしてそっちもやん。これがこっち、プレートの方が曲がる。いやー、簡単には曲がる。もうこの場合、これがあるから、やっぱりどうせ。いやいや、こうプレートの方が曲がってっちゃう。これが、こう元が曲がる。まず、それが曲がる。ちょうどよ、あすけ生コンのアイアンが端っこって知られたもんね、横に下にさ、これはね、届けたわけだな、畑は治るもん。どっちかというと、こいがほぼ曲がる。上にやって戻す。外して叩かない。まっすぐ立てて。強く曲がったっすよ。結構曲がって。次はどんか曲がってたろう。ね。13、14番貸して。12は乗っとったらどういうこと。曲がった、うん、こんな音これ大体まっすぐだね。それが先生さん高さんね、うん、明日神殿代かからっと、うん、もう代もらっと、うん、あ、ハンマーある？大もらせんなら、こんなお肉ばかりね。うん、カルも。いかもあるかも終わらせない。うん。お高いっすね。お高い買って。ほら、深夜とは。もう塩するまで買われるなら買ってんよ、し。そして、ラックンのバター。ヒロアップにちょっと電話してみないよね。ラックンも今がいいかもしれない。休みじゃ。そうそう、休み日がかどうか。大変よ、何年乗っとんね。乗せとらん。あんまんは乗っとらんね。金槌は持って。金槌は乗っとばって、セットまではなかなか乗ってない、ね。それがよかろう。それがよか。昨日上手線にないだろ。何だろ、ま、これは少し曲がった？少し曲がってるね。なるかどうかよ。操作問題だ。なんか包丁作りんごと。
急な入り口のとこや。周りの人もいっぱい。チェーン街バック取るやん。朝早かった、取っていた。いや、朝早かやせんだろ。昼帰来るけん。あ朝。昼はもう塩ずるで。塩ずるでいい。よかった、塩ずるでよかった。どうせ明日電話するやろ。いつの日に都合で。まっすぐんだまっすぐっていうか、なんかポコってしたことこれでこう、やっぱこう そんなもん、最初から溶接見たらこんくらいの角度でついたもん。まっすぐじゃなかったここに溶接ちょっと斜め、斜めにわざとしてやろうよ。どうせ変えれちゃうの、変えんの、そのまんま。これが変えたっちゃう。調子悪かった。また叩きまぐっぱかっちゃう。よかごってなるごって。そっちの方。ようなる方向にまぐっちゃう。調整されちゃった。危ないね、めっちゃ。調整しろ。これは食いだけはある。前んとはね、ここのね、これは回る。曲がることできるけど、でこれ多分これ今とないことある。そういうのいっぱいつけんね。今それがないことじゃない。いらんけんいっぱいつけ。まあね、あんまり変形ね、そこまで。分かる。場所が分かる。中さんと高さん違う。上出てまっすぐのところで背中一回出る。いや、もうこのまま張る。大体のところで。ここもあんまり。ここはやる。こういうのはあんまり関係ないけ。倒れとらんけんやろ。倒れとっときがあいか。いいか。張っとっときがあいか。そこまで関係ないけ。どっちか上。上か。そういうの分かんなの。だいたい元には戻ってる。うん。一致だいたい置いとけ。もう5時もうせやなっと、うん、早さ早さまずい早さ今日何時まで知ったよ、7時終わるまで7時までは入居させて、ああ、そういうギリギリぐらい、ま、終わるがそこで終わり、茂みなんだ今日はよ。